台湾省は中華人民共和国が名目上設置している省。1949年10月1日の建国以来、一度も中華人民共和国の統治下に入ったことがない。台湾問題を抱える中華民国もかつて同盟の省を設置していたが、組織的な関連性は全くない。台湾省は略称を大と称し、中国大陸とは 台湾海峡を隔てた場所に位置する台湾島の全域、宝庫諸島及び尖閣諸島を領域とする。ただし、台湾島と宝庫諸島は中華民国が尖閣諸島は日本が沖縄県の一部としてそれぞれ実行支配しているため、全域に統治権が及んでいない。北は東シナ海、東は太平洋、南西は南シナ海に面しており、西は 台湾海峡を挟んで、福建省と、東は、日本と、南は、バシー海峡を挟んで、フィリピンと接している。台湾島の地理についての詳細は、台湾地理を参照のこと。台湾島と宝庫諸島は1945年に、中華民国によって接種され、1947年5月17日には、中華民国の台湾省が設置された。その後、 国境内戦で国民政府に決定的な勝利を収めた中国共産党は1949年10月1日に中華人民共和国の建国を宣言し1950年5月までに中国大陸のほぼ全域と海南島を制圧した。だが台湾省については同年6月に勃発した朝鮮戦争の影響から本格的な軍事行動を行えず、 1958年に金門法戦を仕掛けたものの台湾国民政府の防衛陣を突破できなかったため解放できないまま内戦が終結した。このような経緯から1949年以降も台湾省の省域を実行支配しているのは中華民国国民政府であり同地域でかつて置かれていた省も中華民国の台湾省である。建国以来 一度として中華人民共和国の支配力が及んでいない以上、地方自治体としての中華人民共和国の台湾省は、現実には何の実態も存在していないため、他の省、自治区、直轄市に見られるような人民政府や人民代表大会も設置されておらず、全国人民代表大会にある全人代台湾省代表団の席が台湾省の存在を示す。 唯一の実態である。なお、2017年の第19回中国共産党大会では、初めて分断後に台湾で生まれ育った者が選出され、話題となった。建国以来一度として統治できていないにもかかわらず、中華人民共和国が台湾省を設置し自国の一省として領有権を主張し続けるのは、一つの中国の立場から自分たちが、 中華民国を継承する唯一正当な中国の政権であるとし、中華民国の支配下にあった台湾省も当然に継承する立場にあるとしているからである。そのため、歴代の中華人民共和国政府は台湾省を自国の不可分の領域であるとし、2005年の反国家分裂法制定に見られるように、台湾が独立すれば軍事行動も辞さないという立場を取り続けている。 一方で、現実的には、台湾海峡両岸の経済関係の深まりなどから、軍事的な制圧による問題解決の可能性は1990年代以降徐々に低くなりつつある。しかし、政府交換による中華民国政府への挑発的発言や、福建省沿岸部での軍事訓練などによって、中華人民共和国政府は常に中華民国政府に圧力をかけ続けている。 建国以来、中華人民共和国は台湾省を実行支配できていないため、台湾省内を公式的な現行の行政区画で区分できていない。建国当初、国務院民政部が毎年編纂している中華人民共和国行政区画観察では、台湾省について開放待ちと中期され、改革開放が始まってからは、暫定的に資料欠如と書かれている。 また、中華人民共和国行政区画観察では、ショートが空欄となっているが、同書に掲載されている、中華人民共和国総図では、台湾省のショートを台北へと記している。中華人民共和国で出版される地図が、台湾省内の行政区画を記載する場合、中華人民共和国の建国直前まで、中華民国が使用していた台湾の行政区分を流用し、 中華民国の行政単位を中華人民共和国の行政単位へと置き換えている。ただし、台湾における行政区分の改変に合わせ、表記内容も台湾の現状になるべく即したものへ修正されている。例えば、中国地図出版社が発行した2013年版の台湾地図冊では、台湾省内の行政区分を日給、市、ご研究し、市、 16件としていたが、2016年版の台湾地図冊では6地球、4、3研究、4、11件に改められ、一部地名も変更されていた。なお、中華人民共和国行政区画観察の中華人民共和国総図とは異なり、いずれも版も、省都を台北市と明記している。地図上に描かれた中華人民共和国の台湾省は、 中華民国の台湾省と下記の通りに差がある。なお、日本が実行支配する尖閣諸島は中華人民共和国、中華民国のいずれもが台湾省議乱権の所属として扱っている。また、中国大陸沿岸にある金馬地区も中華人民共和国、中華民国のいずれもが福建省の所属としている。国務院台湾事務弁公室が運営する。 中国台湾網を含め中国大陸のマスコミが台湾に関する報道を行う際は一般的に現行の中華民国の行政区分を使用している。例えば2014年時点の中華人民共和国では日田市を台北県、桃園市を桃園県と表記する地図が最新版であったが中国台湾網の記事は日田市、桃園市とすでに表記していた。 中華人民共和国政府は、以下の通りの道路及び、鉄道の敷設を計画しているが、実行支配が及んでいないため、中華人民共和国政府による整備は、実現していない。ただし、これらに類するインフラ整備は、大陸と台湾を結ぶ台湾海峡トンネルを除けば、中華民国政府によって、ほぼ実現されている。なお、中華民国が、自国の高雄市の一部と主張する。 南海諸島の島々は、中華人民共和国が一部を実行支配下に置いている。そのため、中華民国側からすれば、中華人民共和国の実行支配領域内に、中華民国にとっての高押しの一部が支配されていることになる。だが、中華人民共和国はこれらの当初を海岸省の一部に分類しているため、中華人民共和国側からすれば、 中華人民共和国にとっての台湾省の領域は含まれていないことになる。国境内戦には公式な終戦日がない。ただし、人民解放軍に金門法戦の砲撃停止命令が下された1979年1月1日以降、人民解放軍と中華民国国軍との間で戦闘は起きていない。ここでは台湾省人民政府と台湾省人民、 代表大会を指す。中華民国の台湾省には台湾省政府と台湾省議会が2018年に事実上廃止されるまで存在した。一つの中国を主張する北京人民大街道の台湾の間。朝日新聞。2021年7月2日閲覧。本物の台湾代表に注目中台分断後世代発の台湾生まれの女性。産経新聞。 2019年12月19日閲覧。なお、中国共産党は1973年の第10回党大会から台湾籍の党員代表団を出席させているが、いずれも1949年の中華人民、共和国建国に伴う中台分断以前に台湾で生まれ、中国大陸で暮らす人物か、その子孫で構成されているという。 中華人民共和国政府の公式な立場では、中華民国は1949年の首都南京陥落によって南京国民政府が崩壊し、その後中国国民党は国民党革命委員会等の民主党派として新中国に加わったとされる。その際、新中国側に加わらず大砲金場へ逃げ延びた台湾国民政府は、 国境内戦に敗れた中国国民党内の省、海石一派が勝手に作り出した、自称政府に過ぎない、という公式見解を持っている。他の章とは違い、台北市とはしていない。参考文献、中人民共和国行政区、札1960から1963兆1982億1984万1990から2010、出版社。 中国文章系列地、札、台湾招致、札中国地出版社 ISBN9 長7875億317万4117。中国文章系列地、札、台湾招致、札中国地出版社 ISBN9 長7875億318万9661。中国台湾もう台湾6と国民党後、北市場に来た立。 ありがとうございます。